皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。今日はクシタニのキマイラジャケットというものをご紹介します。このキマイラジャケットを理解する上でですね、実はちょっと比較したいジャケット他に2種類あるんですけども、まあ、そっちとですね、ちょっとこう交えながらこいつの特性をですね、ご紹介したいと思うんですけども、ちょっと一旦キマイラジャケットをちょっと置いておいてですね、例えばここにあるのがコンテンドジャケットという、先ほどと同じ、まあ、こういうショートな丈のブルゾンタイプのものでですね、でフードがついていないスッキリしたデザインの一着だと思うんですけども、まあ、遠目で見るとですね、シルエットかなり似てるんですね。でこれが何かというと、特にですねスーパースポーツとかストリートファイターとか早めのネイキッドに乗っていて、まあ、スポーツツーリング峠とかを走りたい方のための、まあ、防護性能を備えた硬い強い生地を与えて、でそれだけじゃ着心地が悪くなってしまうので、ストレッチンと組み合わせて、まあ、動きやすいようにですね、体をこうダイナミックに動かせるように仕上げた一着なんですけども、これとですね、また全然テイストが変わるところで、アメニタジャケットというものがあるんですね。こっちはフードがついてきます。これは、まあ、マウンテンパーカー調のかなりこうアウトドアテイストな一着になっている。デザインはですね、こう胸元で横に引いてる結構オールドスクールのデザインして、僕これ好きなんですけども、これはですね、さっきのコンテンドジャケットの生地とは違って、過剰な防護性能を抜いていったことで、こんな風に小さくクシャッとできるぐらい、クシタニのラインナップの中で最軽量級の薄い柔らかい生地を組み合わせています。で生地そのものもですね、ある程度伸びを持っているので、まあ、ストレッチニットを極端に組み合わせることを必要とせずに、これ単体でこう体を大きく曲げ伸ばしが楽にできるという、まあ、軽いジャケットに仕上がっているんですね。でスーパースポーツで峠をゴリゴリ攻めるというよりかは、街乗りをサッとするとか、あるいはもうちょっとクラシカルなデザインのバイクを乗ってて、それをカジュアルなコーディネートで楽しみないなという時に、とてもとても心強い一着なんですけども、コンテンドジャケットのこのスポーティーなパターンに、このアメニタジャケットの気軽さを足すとどうなるのか、そんなところで生まれてきたのがこのキマイラジャケットなんですけども、キマイラってこうゲームで言うとキメラとか、まあ、合成獣とか、なんか掛け合わせたものみたいな、そういった言葉のイメージありませんか。まあ、そんな感じですね、さっき持っていたコンテンドジャケットのスポーツバイクに合わせたスポーツジャケットの動きやすさっていうパターンに、アメニタジャケットのアウトドアテイストで気軽に使えるウィンドブレーカーみたいな生地をですね、とにかく軽い生地なんです、それを掛け合わせたら、まあこういう風になったんですね。でじゃあ他の2着はもっと特性が立ってる部分があるんですけども、実はですね、僕はこれが最もライディングジャケットのまずど真ん中になるモデルで、ここから足し算引き算していくようなイメージで、もうちょっとどうしたいのかっていうのを考えて、まずここからスタートするのがいいと思うんですね。で今僕着てるこの上着、ベクトルジャケットという、まあ、ジャージのような生地でですね、要は硬い生地を一切使ってないんですね。で、まあ、ジャージなども全身伸びるので、普段着と何も着心地変わらないです。でこれもですね、例えば、肩、肘、背中、胸にですね、プロテクターつけることができるので、まあ、最も気軽にですね、カジュアルなまんまの家着のまんまでサクッとバイク乗ってちょっとその辺でかけるなんていう時は、プロテクターを体にどうやってつけるか悩むんですけども、まあ、これがですね、一番簡単なパターンだと思います。ただこのジャケットって全面風は通してくれるので、まあ、比較的、暑くはないと言ってもいいかもしれませんね。もっと涼しいもの他にあるからあれなんですけども、でも雨が降ったらどうするかというと、もうこれジュクジュクになるほかないんですね。でこのアメニタジャケットとキマイラジャケットの生地は簡易防水のスペックの生地を使っています。他メーカーであれば防水と歌ってもいいぐらいの防水性能のある生地なんですけども、まあ、例えば細かく言うと、前回はアクアジャケットという雨用の防水ジャケットを紹介しましたけども、フロントファスナーやポケットの仕上げが違うので、これはですね、乱暴に言えば雨が入ってこれる隙間が残されています。でそれを全部ブロックしていて、生地そのものももっと防水のものにするとアクアジャケットで前回のものになるんですけども、そんなこともあって、これがまずはど真ん中のスタート地点になると思うんですね。で今この着てるベクトルジャケットって、まあ、普段着の延長のイメージで本当にそのまま持ってもらっていいものなんですけども、まあ、それぐらいの重たさ軽さなんですね。それとこれどっちが軽いかっていうと、ちょっと厳密に測った数字のあれじゃなくて、僕の体感でしか申し訳ないんですけども、こっちの方がまあ薄いし軽いんじゃないかなっていう感じがするんですね。でバイクとか特殊なスポーツ用の上着とか、まあジャケット類っていうのは、どうしても特殊な生地を使っていくと、やっぱり普段着ている綿とかの T シャツとかトレーナーとかパーカーに比べると、どうしても重たくなりがちな部分はあると思うんですね。まあプロテクターをつけるので結局はもう重たくはなるんですけども、生地そのものがとにかく軽いので、もう楽に着たいんだったらこの一着ですね。
ちょっとですね、着心地と、まあ、サイズ感、シルエットというところをですね、見ていただきたいんですけども、例えば今中にこういったフーディー着てますよね。この状態でこのジャケットを着ると、まあ、中のフードが外に出てくるので、まあ、レザージャケット着るときにも、もともとフードがついてるタイプのものじゃなくて、中に着ている別素材のフードを外に出すと、まあ、コーディネートして面白いですよ、なんて話をしたんですけども、まあ、体格にはよるところ、現実あるので、必ずしも中に着たせるかってちょっとわかりませんけども、まあ、こんな風にですね、中のフードを外に出して、着られる、こういったコーディネートもできますよね。ジャケットそのものにフードがついてるとフード二重になっちゃって、それはそれでもしょうがないので、うまくそれぞれのフードが中でこう組み合わさるようにですね、ちょっと気を使って着たりもするんですけども、まあ、中にもともとフーディー着るのが好きなのであれば、このジャケットアメニタジャケットよりもこっちの方が便利ですね。でジャケットそのものにフードがないので、やっぱりその分もジャケット軽く仕上がるんですよね。まあ、今ですね、まあ、中にちょっと分厚めなベクトルジャケットでも着てますけども、まあ、こんな印象ですね。で中身を脱いで単体で着てみましょう。さて、今僕が着ているのがキトルというクシタニオシリーズの、まあ、ロンティーなんですけども、これの半袖の T シャツと襟付きのポロシャツの3種類があるのを好みで選んでください。まあ、インナーをこうやって着ておいた方が、汗かいた時にこのアウターのジャケットが肌に張り付かないので、まあ、真夏でもですね、ある程度長袖の涼しい生地着ておいた方がいいかなと思うんですね。僕は暑い時はつなぎ用のインナーをですね、よく愛用してます。で先ほど着ていた中のベクトルジャケットを省いて、まあ、直接ですね、薄手の T シャツにこうやって組み合わせていきますけども、このジャケットがもともとスポーツ用のジャケットのパターン、型から始まってますよっていうのがどういったところに残っているのかなんですけども、例えばですね、腕がこういうふうに生地が余ってしまうともなると、これ高速道路でバタついて相当不快感を感じますので、それをですね、こんな風に袖を絞っていくことができます。まあ、ここの腕周りでもここ絞ることができます。でここの腰のですね、下の部分なんですけども、あとこの脇腹の横、ここもですね、さらに締め込むことができるので、僕のサイズ感で言ってもですね、どうしてもちょっと横余っちゃうんですね。でこれだけ余ってくれてた方が、まあ、風中入ってバタつくけど、暑い時にはまあこれぐらい余っててもいいのかなって気はするんですけど、仮にですね、早朝深夜、春夏といえども早朝深夜寒い時ありますよね。そしたらこの隙間が結構命取りになるので、これはですね、こうピタッと細く仕上げたいですよね。で一番暑い時期どういうことがこのジャケットできるのかっていうと、まあ、ベンチレーションを使ってですね、風を中にどこから入れていくかというと、このフロントなんですけども、これはですね、非常に便利な機能ですね。ここのファスナーありますよね、今開けました。これを完全に外すとですね、中になんともう一つファスナー、ここに縦にもう一個入れる、この黒い部分。そうするとジャケットのサイズが、まあ、この分、約何センチですかね、30ミリぐらいですかね、この分さっきまでキュッとしていたものがちょっと開くことになるので、ジャケットさらに大きくはなっちゃいますが、ここがフロントのメッシュパネルのこのダブルファスナー仕様というものになってますので、この機能がクシタニに紹介されたものはここ最近ですよね。これ非常に便利で、この生地そのものは風そんなに通すわけじゃないので、ここからですね、がっちり風を中に入れられるんですね。相当涼しい感じ分かりますよね。まず最初にこのジャケットを持っておくと、まあ、春秋とそれと暑い夏をこの風を入れるのか入れないのかっていう使い分けで、快適に走れる季節を自分でこうコントロールしていけます。ただここ30ミリぐらいジャケットが大きく開いた分、ここが余ってくるので、まあ、こういう袖周りのサイズ調整の機構を使うのか、ここの腰の部分ですね、こういったところを使ってここの2箇所を締め込むのかっていうところを工夫してもらえると、ここの3センチでは吸収できるかなと思います。さて冒頭の話にちょっと戻りますけども、このキマイラジャケットをベースとして考えるといろんなことが分かりやすくなります。じゃあこれにですね、何が足りないのかっていう発想なんですけども、自分は雨の日でも、もうゴリゴリ走りまくるよということなのであれば、これ生地自体は、まあ、防水生地なので簡易防水ジャケットではあるんですけども、まあ、フロントのこのファスナー今メッシュなので、これもさすがに雨通しちゃってしょうがないんですけど、ダブルフロントファスナーのメッシュじゃない方をですね、使っておけばある程度のここの雨水の侵入は防ぐことができますけども、でもやっぱり台風とかかなり雨が降るんだったら、アクアジャケットという前回の動画で紹介したジャケットを選んでください。で、まあ、確かにいざこう着てみると軽くて動きやすいし、生地そのものも伸びてくれるし、まあ、横にはこう黒いこうストレッチの生地もあるし、
だけど岸さんはちょっと正直自分の価値観で言うとあまりに薄く感じる。これで転んだ時本当に大丈夫なのって思う方は多分ですね、ハイスピードツーリングとか、スポーツ走行を得意とされる方ですね。そういった方になってくるとコンテナジャケット、こっちを着てください。でそれぞれをですね、こうやって触ってみれば生地の厚み、硬さ、対引き裂き強度とか対摩耗性とかそういったものに大きな差があるであろうというのはもう見ていただければ、触ってもらえれば確実にすぐ分かるだけの違いがあります。じゃあ自分はそんなに別にツーリング先でもう峠も行かない、どっちかというと高速道路まっすぐしっかりドンと走って、例えば美味しいご飯屋さんに行くとか景色を見るとか、カメラ持ってって風景写真撮るとかっていう方だとするとですね、そんなにそのスポーツ道路でバイクをこう寝かせていく、そういうリスクを負うことがないと思うんですね。とはいえもしも山の中に入った時にちょっと小雨がパラついたらとか、なんかちょっとやっぱ標高高いといくとやっぱちょっとひんやりするんだよなっていう時にはですね、こっちのアメ板ジャケット、こっち選んでください。このフード、頭にかぶれば、髪の毛が濡れずに済むと。髪の毛濡れたままヘルメットをかぶるとですね、いずれ雨がやんだ時に自分の頭からの熱出てるので、それで髪の毛の水がその蒸発してヘルメットの中で回っちゃって、シールドの内側は曇りやすくなっちゃうんですね。で雨の日は髪の毛はとにかく濡らさない方がいいです。帽子かぶるとか、帽子持ってくも邪魔だったらこれフードついてます。なのでこっちですね。あとさっき言ったちょっと標高高いとことか寒いとこ行った時のこの首周りがひんやりするのもフードが あればですね、幾分かは首元をこの生地が覆ってくれるので隙間風がこの首元から入ることもちょっと減ります。このアメニタジャケット、首元がわりかしここが立っているので、雨風が侵入しにくいという特性もあるんですね。生地そのものは一緒なので動きやすさ全体的な面に言うと本当に差はないんですけども、こっちのですね、キマイラジャケットの方がサイズ調整の場所にいろいろついているだけによりタイトに追い込むことができるというところが、スポーツ性能なわけですね。今回のこのキマイラジャケット、アメニタジャケットとコンテンドジャケット、この3着をですね、一緒に考えるとどれが自分にとって機能が最適なのかっていうのはイメージがつかめるかなと思います。ただデザインがですね、またうまいことまた間にいるので、デザインだけで選ぶともしかしたら難しいんじゃないかなと思って、今回はですね、こういった角度でお話をさせていただきました。この後ですね、コンテンドジャケットがじゃあさらにどういうふうに違うのか、じゃあアメニタジャケットもどういうふうに違うのかっていうのは、またそれぞれのこのジャケットの回でご紹介したいと思ってますので、引き続きレブログぜひご覧になってください。そっか、雨の日俺走んないんだよな、俺別にバイク傾けたりもそんなしないんだよな。だけどプロテクターを体につけるためには教習所みたいになんかこう肘をこう通してつけるやつとか、肩胸背中どうすんだなんていう時には、このジャケットとにかく一番簡単にプロテクターつけることができると思う。そういった面では最初に着ていたあのフーディーですね、ベクトルジャケットちょっと被る部分はあれど、あれは見た目がもう完全に普段着の延長で、こっちがいわゆるライディングジャケット、ライディング専用ウェアな雰囲気も出てくるので、そんなところ合わせてぜひ考えてみてください。そこに気づきがありましたら、よかったらチャンネル登録、そして高評価していただけると嬉しく思います。また次の動画もぜひご覧になってください。